んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは一人っ子の不安を取り除くです。一人っ子というのは一番問題が少ない人たちで、というのは第一子、中間子、末っ子のように親を兄弟に奪われるということがないからです。とっても幸せですよね。そして家にあるもの、例えばお菓子があった場合、それは全部自分のものを当たり前に思っているんです。兄弟と奪い合ったということがないからなんですね。ですから実はとても欲望が強いのですが、でも本人は手に入れることが当たり前なので、それを欲望が強いとは全く認識しておりません。この欲望の強さというのは生命力ですので、これはとてもいいことですよね。親にしてみたら子供がたった一人なので、この子の生命力が弱いと困ります。ですから一人っ子にとって欲望は大切なエネルギー源なんです。そしてその欲望は往々にして親にとても強く向けられます。つまり親二人とも自分のものでいてほしいという気持ちが強いので、夫婦二人で仲良くしているところへ割り込もうとしてみたり、そういうような独占欲というものが大変強くなるんですね。このように親に対する執着心がとても強くなります。もちろんこれは理解できますよね。兄弟がいないので親が死んでしまったら自分は一人になるという根本的な恐怖ともいえる不安が一人っ子にはあるんですね。そしてこの人たちは恋愛でちょっと苦労するかもしれません。とても独占欲が強いので嫉妬心が強いんですね。あなたは一人っ子ではないかもしれないけれども、もしかすると上の兄弟あるいは下の兄弟とすごく年が離れているかもしれません。そういう時は一人っ子のような特徴を持ちますので、この誘導瞑想を聞いてみてくださいね。そうすると深い心の中に隠された親を失うという不安がまだ残っているかもしれません。ではこれから誘導瞑想を始めます。いつものように目を閉じて6歳の自分をイメージしましょう。できれば3歳ぐらいがいいですよ。あなたは心の中に不安を抱えているんだね。もしお母さんとお父さんがいっぺんに死んでしまったらどうしようって時々考えたりするよね。兄弟がいないから誰も頼れないよね。だから親の死のことを考えるとすごく怖いよね。本当にこの世で一人っきりになってしまう気がするよね。大人の自分はそんなあなたを助けに来たよ。あなたが心ひそかに恐怖を感じているのを大人の自分はちゃんと知っているよ。怖いよね。不安だよね。でもね、大丈夫なんだよ。安心しなさい。本当はね、あなたはただの甘えん坊で、お母さんお父さんは自分のそばにいてくれる人だって思い込んでいて、いつも真ん中にいたり二人の間に割り込んだりしたよね。お母さんにはお母さんのしたいことがあるとか、二人には二人の時間があるとわからなかったんだね。お母さんがそばにいないと本当は怒っていて、自分を置いていくのはひどい、おかしいって思うから、それでもし自分が誰かに襲われたらどうするのとか、お母さんがもし事故に遭ったらどうしようって思い始めて、それで恐怖を空想する癖がついてしまったんだよ。大人の自分はそれで困っているんだ。
大人の今でも不安が時々襲ってきて、そのイメージが抜けないんだよ。大人なのに情けないよね。心のどこかで自分が小さい存在のような気がしてつまらないね。恋人ができても相手の独占欲が強くて、自分も独占欲が強くて、互いに嫉妬ばかりするようになってしまう。これじゃ嫌だよね。だから自分にはお母さんが必要だと思い込むのはもうやめなさい。あなたは本当はもう自分で自分を守れるよ。自分で自分を楽しませることができるんだよ。お母さんがいなくても時間を建設的に使って自分を成長させることができるよ。お母さんのスカートをいつまでも掴んでいる必要はないんだよ。だからお母さんやお父さんを握りしめて離さない、その手を離しなさい。手を離しても大丈夫なんだよ。あなたはもう本当はとても安全で、世界は何も怖くない。大人の自分はそれをよくわかっているよ。大丈夫。自分を恐怖で脅すのはやめて、もっと人生を楽しみなさい。あなたはもっと自由になってもいいんだよ。大丈夫。大人の自分がずっとそばについていて、あなたを見守っているからね。あなたが大好きだよ。